はい、どうも、さきです。ですね、なんか久しぶりにね、ちょっと僕懐かしいものを見てましてね。はい、何見てたかというとこれ、はい、うちの治療院のね、まあ片隅にって言ったらあれですけれどもね、こんな感じでね、まあうちに来てくれてるご家族さん、患者さん、ご家族さんのね、こう来てみてどうでしたかみたいなね、こう声をね集めたファイルみたいなのを作っているんですよ。はい、でそれをね、こうパラ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 こうめくって見てたらですね、わ、懐かしいなこの方っていうね、はい、懐かしいなっていうか、なんかあのね、あ、こういった方もやっぱ来られてて、ようなられたんやなっていうのをね、なんかちょっとしみじみ感じてたんですね。まあせっかくなんでね、もうちょっと動画でね、ちょっとシェアさせてもらおうかなと思うんですけども、橋口さんっていうね、あの患者さんでしてね、施術をさせてもらったのは、僕が基本的にこうメインだったんですけども、はい、橋口さん、八重子さんっていうね、はい、女性の方でね、まあ、娘さんと2人でこう来てくれてたんですけれども、何に一番困ってたってね、もう娘さんの話を聞くとですね、もうとにかく怒るっていうね、はい、まあ怒る、ちょっとしたことでも何やみたいな感じでギャーッと言い出したりね、こうね、大荒れになると、はい、で被害妄想っていうやつですか、いわゆるですね、なんかそんなも強くって、なんか私のこう通帳財布がないみたいなね、そんなこと言い出してで、かと思ったらですね、もうこんなとこ置いとったら取られるからみたいな感じでね、もう何ていうんですか、もう本人にしか分からんだろうみたいなね、はい、そんなところにね、こう隠し込んでしまってね、でまあしまったことを忘れてるわけですから、どこ行ったみたいなね、分からんみたいなことで大騒ぎになるという、はい、まあ旦那さん、あ、旦那さんじゃないわ、うん、まあ本人さん、八重子さんの旦那さんと、まあ、娘さんと、まあ家族さんで住んでたんですけれどもね、八重子さんがこう荒れると全体が荒れるっていうね、家族とね、そんな感じの方だったんですよ。もうなんか初めてお会いした時、すごい娘さん疲れてたなっていう印象があってね、そんなね、橋口さんいう方だったんですけれどもね、まあこう通われてね、すごい良かったですっていうふうに言ってくれたんですよ。まあ何が一番良かったですか言うとですね、まあなんかこうこう思ってもないことをね、こう言うてくれるというね。まあ橋口さんからするとですね、僕は認知症の薬ね、まあ飲んでたんです、この方ね。で、まあ、もしかしたら、そういったところからもこう症状っていうのが出てるかもしれへんねと、相性があんま良くないんちゃうかなみたいな話をしたらですね、もう目が点みたいな感じでしたっけね。すごい驚いてたんですね。まあ、なんかこうその声にもね、書いてくれてるわけなんですけれどもね、まさかそんなん言われるなんてっていうふうにね、こうちょっと思ってたんですって、いうのがあってですね、まあでもこうまあそれも含めですね、こうこういうのやってみましょうか、こういう取り組みの方が、体調的に良くなるんちゃうかとか、こういう症状を考えたら、こういう工夫をした方がいいですよっていう話をね、まあこうすごく優しい娘さんし真面目な方なんで、すごい一生懸命取り組んでくれてですね、まあその結果、まあ、だいぶね、こう症状に変化が起きてきたと。まあ一番悩みだったそのね、被害妄想とか、なんだそれ、怒り傾向っていうのがね、まあ、どんどん落ち着いてきて、もう今はもうなんか普通にね、お母さん来いでっていう風にね、例えばこう反論をしたとしても、そうかな、そうなんかみたいなね、感じでね、こう普通にこう受け答えをしてくれるという、はい、その怒りとか、なんかこう荒れるっていうことがね、なくなってきたというね、なんかそういう話を聞いてくれたんです。そういう話をしてくれたんですね。嬉しいなと思いましてですね、まあまあ、それに加えて本人さんのね、こう顔の表情が明るくなったってね、はい、目の輝きがクリアになってきて、すごい印象的でしたとね、はい、まあなかなか、こういったことを言ってくれてね、まあそうなることで、まあ、本人のね、こう安心にもつながったかもしれんけど、まあ結果的にですね、この娘さん、付き添いで来てくれてる娘さんの、自身がね、こう救われたと、まあもっと言うとこう家族ですね、家族全体がこう救われたと、いうことで、なんかもうホッとしてると、とにかくね、安心できるようになりましたっていうふうにこうね、言ってくれてたんです。はい、まあ、通帳やキャッシュカードもね、こう隠さなくなったしっていうね、まあ、そういったところもね、あって、なかなかね、こう、以前のような、なんか穏やかな生活を取り戻せてるんですごい嬉しいですっていうふうにこう言ってくれた、そんな方なんですね。はい。いやー、橋口さんとはね、僕の中では、はい、確かに最初の方ね、キャーキャーってね、なんかね、すごい、反発も確かにあったような感じの方かな。まあ、でも第三者に会ったらですね、本人さんもね、ちょっとね、おとなしいようなタイプの方だったんですけどね、そんな方多いじゃないですか、ではあったんですけれどもね、ああ、こういった方もおられたなっていうふうにね、こう今読み返してるんですね、すごく思ったんです。はい。まあ、被害妄想とかね、なんかこういう、なんですか、怒るっていうのはですね、こう、家の中ではね、もう本当にね、こう、
本人だけの問題じゃなくて、こう家族さんのね、こうすごい心身にものすごい影響のいくような症状ですからね、悩みとしてはすごくね挙げられるし、まあ、今もあの来られてる患者さんでもですね、こう被害妄想かとかね、なんやろな、幻覚なんじゃないかこれはとかね、まあ、あの以前別の動画でねそんな話したんですけどもね、そんなことをこう言われたりとかで、やっぱりねこうあの相談として湧きやすいです。はい、まあもしかしたらねこれ見ていただいてるあなたもですね、なんかそういうちょっとね怒りっぽいとかね、はい、あのなんかとにかくあることないことをねとにかく言ってしまうみたいなね、なんかそんな感じの症状の方とかねいるかもしれませんね。はい、うちに来られてる方もねたくさんそういった症状抱えてる人います。まあなんかもしただただ悩んでてどうしようかなというふうに思ってるんだったらですね、まあ一回相談しに来てくれてもいいんちゃうかなというふうに思うんですね。はい、まあなんか患者さんのなんか今日はしみじみ紹介みたいな動画になりましたけど、はい、まあなんかこういう動画が、まあ、何かにつながってくれれば嬉しいなと思っております。はい、今日も動画をご覧いただきありがとうございます。よければチャンネル登録、いいねボタンなどお願いします。ではさよなら。